動物の世界も人間の世界と同じくらい驚きにあふれています。今日の動画に登場する動物たちはみんな自ら挑んだ相手に悪戦苦闘します。こちらの映像ではコヨーテがチャトラに襲いかかります。大胆不敵な猫はひるまず応戦し見事逃げ切ります。ガゼルの自衛本能が発動します。チーターの家族にたった1匹で立ち向かいましたが無事逃げ切りました。自分の能力を過信していたのでしょうか、オスの羊は巨大な角に乗る羽目になりました。まさかマーモットの人神が犬の人神に勝るとは思ってもみなかったようです。タコはカニを長い間追い回していましたが海底にもカルマはあるようです。ガチョウが虎の檻の中に迷い込みますが逃げ出すどころか自分がボスであることを大きな猫に知らしめます。インパラの鼻先にしがみついたスカンクは暇つぶしでも探していたのでしょうか。ミンクと白鳥のバトルです。ミンクは白鳥の頭に噛みついていましたが白鳥はなんとか逃げ切りました。子犬はカニと遊びたかったのでしょう。でもカニは望んでいなかったようです。大きさは必ずしも重要ではありません。カワウソがジャガーに立ち向かいます。ジャガーは自分が被害を受けるとは思っていなかったようです。腹が減っては戦はできぬと言いますが、ピットブルは挑む相手を間違えたので空を飛ぶことになりました。自然界でこの王者が顔を合わせることは滅多にありませんが、小さなサーカスで頂上争奪戦が始まりました。猫は馬に乗りたかったようですが、ハトはただ水辺を散歩していただけのようですが、ナマズに突然襲われます。でも運はハトに味方しました。アリゲーターは仲良く場所を共有するつもりはなかったようです。激しい喧嘩が始まりました。水中でも喧嘩は続いたようですが、どちらが勝つと思いますか？ハイエナはロバを標的に選んだようですが、立場は逆転します。ワシは食事を楽しんでいましたが、コヨーテに見つかってしまいます。空の王者は地上戦でもひるみません。ワニはウリ棒を狙いますが、家族総出で襲いかかってきました。ワニのお昼ご飯はお預けです。楽しい人生を送りたいなら猫4匹とガチョウ1羽を飼いましょう。ガチョウは主導権を握りたいようです。ロバが犬に教えたのは攻撃は最大の防御であることです。
ペンギンは巨大なウミツバメから子供を守っているのです。Dad lashes the attacker. アザラシの食べ物を横取りしようと考えたカモメでしたが、容赦ない反撃が待っていました。巨大な象を標的に選ぶとはワニも大胆不敵です。象は鼻先でワニを押しやると何事もなかったかのように帰っていきました。選んだ飲み水は間違いだったようです。カンフーマスターが隠れていました。ニシキヘビが満たしたのはお腹ではなく背中でした。恐れ入りました。捕食者が犠牲になるケースもあります。大きなタコが触手を絡めサメに襲いかかります。X メンのウルバリンはこの映像から生まれたのかもしれません。ヒナを守るためニワトリは果敢に反撃しています。ワニは選択を間違えたことを後悔しているはずです。ガチョウのマフィアは牛の群れを恐怖に陥れ、挙句の果てに笑い飛ばします。そしてこちらはオスの羊による真剣勝負です。角は違いますが捕獲です。一方こちらは牛の総合格闘技戦です。見事な投げ技を披露します。驚くべきテクニックと美しいパフォーマンスです。ワシがヤギに襲いかかり離そうとはしません。でも今回はヤギの生命力が勝ります。動物界にも近所迷惑な輩がいるようです。この勇気を少し分けてもらいたいものです。見慣れない動物と仲良くなりたかったようですが、カメは孤独が好きなようです。相手はただの猫ではありませんでした。黒帯持ちの鶏にかなう相手などいません。ウシガエルのオスはメスの気を引くためにこうやって戦います。川の中にいたクーズーにハイエナが襲いかかります。束になってかかってもかなう相手ではありませんでした。カメがカニを食べようとしますが、カメの食欲よりもカニの爪の方が強かったようです。母親の愛は絶大です。この鶏は体を張って2匹コブラからヒナを守り通します。恐ろしいクロコダイルでさえ時にはヒョウの餌食となります。 This extraordinary act of predation was filmed by a tourist in Brazil's Pantanal。 勇猛果敢にワニの赤ちゃんを狙うワシでしたが、
危うく母親のおやつになるところでした。メスライオンが水牛を襲いますが、仲間は黙っていませんでした。The juvenile predator was about to complete a kill before a giant male buffalo intervened to save his friend from certain death. Be 14 feet. 縄張りを守るため巨大なワニに襲いかかります。トラはこの大きなトカゲに思い知らせているようです。Do you think there was animosity there that she actually felt?2匹のハイエナが弱ったカバに襲いかかります。水中に逃げたのは正解だったようです。このウサギはヘビから子供を救い出します。ウサギの執拗な攻撃にヘビも諦めざるを得ませんでした。お楽しみいただけましたでしょうか。楽しい動画をまだまだお届けしますよ。チャンネル登録といいねをお忘れなく。